じゃあ日権商人から日立商人から日権商人になられてからご本尊が変わるわけですよ。そうすると偽本質が書いた波谷本尊をあの以降の人たちはみんな入信した人はみんなそれをいただくわけです、はいはい、私もそうです、はい、私は入信した時は日立商人のご本尊がまだ、はい、法人寺にあったから、はい、まだもうお代替わりしてたんだけど日立商人のご本尊で始まったんです。でも大概の人はもうね昭和54年以降、まあ、せいぜい昭和55年ぐらいから入信した人は、全部日権商人経過のご本尊ですよ。そして、その功徳体験は政教新聞に山ほど出てるわけだ。そうすると、偽本質が書いた本尊になんで功徳があったのかっていう。偽本質の書いた本尊に功徳があるんだったら、もう誰が書いたっていいし、別に、総本山の本尊を拝む必要なければ、自分で書いたっていいわけだよ。っていうことになっちゃって、結局全く論理破綻しちゃうんです。あの現象は何で起きたのか。昭和55年以降の政教新聞史上に出てる莫大な体験談。もちろん日立商人のお家の家もあるだろうけど、それ分析すれば日権商人になってからって家だって膨大にあるわけですよ。この功徳が生じた理由を説明できない。これが第2点。結局結論は、ある会社から辞めさせられた社員一同が、それまでは社長社長って言ってたくせに、辞めさせられたから社長の悪口を言う、これだけのことです。それだけのこと。それに乗っかっただけ。